今春日はあなたのおかげで普通では味わえない特別で幸せな人生を歩んでいます。ありがとう。貯めるな。昨年2022年間テレビ出演回数1位を取ることができました。ありがとう。別にあなたが仕事断んないからでしょ。俺は少ない方がいいと思ってたよ途中で。バゲットを準レギュラーになればのアイデア、ありがとう。でもお前が受けただけだろ仕事。もはや日本で春日のことを知らない人間はいないと聞きます。まあまあいるよ。うぬぼれんだよお前。いやいいんだけど、なんでミトちゃんが泣いてんのよ。多くの人から簡単に爆笑を取ることができるようになりました。嘘つく。